こんにちは。こんにちは。コウヘイです。みずきです。今日はですね、はい、タイトルの通り、移住するならどの季節？意外と悩むところだよね。そうなんですよ、うん。まあ悩むまでもない人もいると思うんですけど。あ、もうこの時期じゃないととか、お仕事の関係とか、ね。そうそう、お仕事の区切りで移住の季節が決まっちゃう人っていうのはいると思うんですけど、うん、そうでない人、うん、移住の季節を選べる人にとっては、うん、どの季節、どの時期に行ったらいいのっていうのは結構重要な情報なんじゃないかと。確かに。思うわけですよ。結構ね、季節で変わることもあるらしいんですよ。そう。うん。そして何より大事なね、うん、住宅事情がめっちゃ変わるんですよ。変わるんだね。というわけで今回もね、大木マーク先生！はい、いらしていただきました。というわけで、大木マーク先生にね、うん、はい。いろいろインタビューしてきました。そうなんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。うん。大木マーク先生もね、うん、僕らよりずーっと前に移住した、うん、移住の先輩ではあるんですけど、大先輩だね。それ以前にね、うん、不動産屋さんなんですよ。そうなんです。だから、うん、県内の不動産の動向っていうのをちょっと聞いてきました。うん、そうリアルな話だね、結構。そうなんですよ。なかなか聞けないと思う。というわけでね、はい、今回は、うん、移住の季節の話ということで、うん、こんな感じでお話を進めていこうかなと思います。おー、こちらがメニューでございます。はい、私たちの場合ね、うん、どうだったのかという話を、はい、していこうかなと思います。おー、まずね、最初に僕が引っ越してきたんですよ。うんうん、で、数ヶ月後に水木が引っ越してきたんですけど、はい、まあだから僕らの移住のスタートというのはね、うん、僕が引っ越してきたところとしまして、うん、なるほどね。そこは12月です。おー、大変だね。寒い時期にありがとうね。うんうん、一人で年を越しました。そうだったよね。そう。で、なんで12月に来たかって言って、これはたまたまなんですけど、うん、実はすごくいいことがたくさんあった。うんうん、まあ、それはまた後々分かっていくと思うんですけど、はい、僕らが移住してきた時期は割とベストに近かったんじゃないかなと思っています。偶然にも？偶然にも。うん、まず、どの季節がいいかということですけど。いや、気になるよね。うん、皆さんのパターンとしては春に移住されるっていう方が多いんじゃないかな。まあ一番多いよね、それが。ねえ、お仕事の関係だったり、そうそう、学校の関係だったりね。3月とかが多いよね。そうだね。だけどもし選べるならですけど、はい、移住するのは、うん、梅雨明けぐらいがいい。なかなか難しい時期だよね。中途半端に聞こえるかもしれないね。うん、まあでも理由はね、あるんですよ。うん、沖縄で言うなら、うん、梅雨明けっていうと、まあ6月後半から7月前半ぐらいかな、うんうんうん、に梅雨明けするんですけど、うん、何がいいってまず季節がいい。なるほど。まあ僕冬に来たってさっき言ったんですけど、うん、冬に来ちゃうと多分想像する沖縄移住とはだいぶ違った暮らしにまずなる。あれ思ってたのと違うぞってなりやすいってことね。そうそうそう、うん、なんでかは雨が多い。確かに。そして思ってるよりは寒い。思ってたよりはですよ。うん。ザ、移住の暮らしっていうイメージはできない。そうだね。うん、まあ、不動産的にもね、うん、梅雨明けっていうのはいいらしいんですよ。そうなんだ。まあ、ここからはね、ちょっと不動産の話をメインにしていこうかなと思うんですけど、うん、まず、沖マークさんに聞いた不動産の動向としては、うん、まず皆さんが一番来る2月、3月はやっぱり厳しい。そうなんだ。うん、なんで？沖縄の不動産事情ってどっちにしても厳しいんですけど、うん、2月、3月ってやっぱり人が動く時期だから不動産も動く。うん、なるほど。だから、うん、まず高確率で内見はできない。なんで？内見するまでもなく決まっちゃうからね。あ、もう売れてしまうということですね。そうそう、ネットの情報だけで退去したってなった時点でもう情報が上がる。情報が上がったら、じゃあ決めますっていう人がもう決めちゃう。内見してたら、もう誰かが買っちゃうってことね、その間に。そうそうそう。そうなる可能性が高い。うん、内見したいのにね。そう。なんか内見ぐらいしたいよね、住むお家だもん。だけど沖縄では結構それは諦めた方がいいかもって。あとね、うん、もう一つ、うん、家賃が高い。家賃が高い。ああ、そう、季節によって？そう、これ、僕は驚きだったんだけど、うん、やっぱ不動産の賃貸の家賃っていうのも変動性らしくて、ね、この時期に来たら安いけど、この時期に来たら高いとか、あるらしい、うん。だからこの時期に契約すればずーっとその後何年も安い家賃だし、この時期に契約したらずっと何年も何千円損する。それは損してるね。みたいなことも。損した気持ちになる。なるよね。だからうちは奇跡的に安かったのはやっぱ不動産の動向が少なかった時期だったっていうのもあるらしい、うん、ね。やっぱり安いって言ってもらったもんね。沖マークさんにうちはびっくりされるぐらい安かった。そうなんです。で、これは結構もうリアルな情報らしいんですけど。はい。不動産屋さんが塩対応。あ、そうなの？ショック。親身になってほしいじゃん。いや、もちろんね、うん、そうじゃないとこもあるかもしんないけど、だけどさ、考えてみて。不動産屋さんですよ、あなたは。はいはいはい。で、2月3月一番ピークです。お、忙しいね。自分が出す不動産よりも来るお客さんが多い。うん。そしたら、まあ適当にはなるよ。
そうだね。まあ、適当と言いますとも、対応できるお時間っていうのは短くなってくるね。そう。めちゃめちゃ忙しいから、不動産屋さんは。だから全然、塩対応になっちゃって、親身相談乗ってくれる可能性は少ない。らしいよ。物理的に難しくなってくるってことだね。まあそうだろうね。うん、で、そうじゃなくても売り手市場だから、沖縄の不動産は。うん、いい物件なんか出せば、入るんだから、うんうん、丁寧に対応する必要がないと、特にその時期は。なるほど。うん。だから忙しいのにそんな、丁寧に対応してらんないよ。うん。ってなっちゃうし。これはリアルでショックな情報ですね。うん。まあだから、うん、見れる可能性が少ない、家賃が高い、うん、不動産屋さんが塩対応、うん、という理由で、春はおすすめできないと、うん。なるほど。じゃあ不動産的にはいつがいいんだと、うん、いうことですけど。大事だね。まあ一番いいのは、4、5、6月で探して、うん、で7月に入居。さっき言った梅雨明けに入居っていうのが一番いいらしい。うん、なるほどね。ちょっとずらしてくるのね。そう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 。そっか、その時期になると、不動産屋さんも少し手が空いて、うん、ゆっくり対応できたりとか、そう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 、まだ残ってるいい物件を、こう安く売れたりするってことね。とか、俺が思うにさ、うん、多分2月3月で動いて、その時期に出ちゃう人がいるんじゃないかなってちょっと。あー、逆にね。帰る人速攻帰るじゃん。移住してきて。あー、そういうこともあるのか。これは個人的な意見だけど、うん、意外と半年経たないで帰っちゃう人とかいるんだよね。そういう意味で、うん、不動産的には4、5、6月で探して7月入居ぐらい。梅雨明けを狙っていくと一番物件も見れる可能性が高いし、うん、家賃もお手頃価格なんじゃないかと、うん、いうことらしいですよ。確かにね。なんかその辺の時期の動きを考えると、確かにそりゃそうだよねってなりますね。なりますね。うん、で、季節的に考えてもさ、うん、まあいいよね、その時期は。そうだね。これから夏本番だもんね。そうそう。だし、もうその時期になったらだいぶ暖かいからね。うん。海も入れるし。もう、梅雨明けなら海全然入れるし。そう。正直、梅雨明けから台風時期までの短い期間が過ごしやすいよね。ね。うん。沖縄移住してきたぜっていう感じがまず楽しいよね、うん、多分。そう。そうね、散歩してるだけで楽しい時期がなかった。楽しい、楽しい。あっちもこっちもヤシの木だーってなる。ヤシの木は別にどこでもあるけども。北海道でないからディズニーランドでしか見たことなかったですもん。あ、そうだよ。愛知県はさ、空港の近くに生えてるもんね。いいよね。まあそういう意味で、その季節的にも、不動産的にも、うん、私たちサニージャーニー&沖マークが、一番おすすめするのは梅雨明け。はい。です。そうなんです。まあここで終わってもいいんですけど、うん、さらにね、ちょっと突っ込んで聞いてみました。おまあ、梅雨明けがいいなら夏の終わり頃はどうなのかと。ほうほうほう。ちょっとそのシーズンが落ち着いてきてっていうところで思って聞いてみたんだけど、うん、9月って実は外した方がいいシーズンなんだって。なんで？だって忙しくないはずでしょ？いや、9月は不動産動くんだって。その、上半期下半期で、はいはいはい。変わるから。ああ、なるほどね。その境目というところで9月は転勤とかが多かったりするらしくて。確かに。不動産動く時期なんだって。意外とそうなのか。その時期に移住してくる方も多いんだね。学校の新学期とかに合わせようとしても、うんうん、そうだもんね。確かにね。夏休みが終わってってことか。そうそう、夏休みで準備して、じゃあ9月からっていうパターンはなかないね。なかないやな。だから不動産もまあ、さっきと言ったように、うん、なかなか秋がなかったりとかするらしいよ。うん、なるほどね。うん、で、うん、逆にじゃあ梅雨明け以外でいいのはいつなのかって聞いてみたら、うん、12月だって。さっき言ってた。もう今じゃん。私が来た時期です。なるほどね。その、なんか、たまたま俺が来た12月っていうのは、うん、本当に偶然だったけど、家賃が安くなってきて、うん、その不動産の動きが落ち着いて、もう余ってる物件とかの家賃が安くなってきて、うん、まあ、不動産屋さんも暇だから結構丁寧にね、対応してくれる時期なんだって。なるほどね。確かに、うん、俺思い返してみればめっちゃ内見できたんだよね。そう。沖マーク先生がさ、普通沖縄の物件内見すら難しいって言ってたのに、よく考えたらできてたもんね。そう。4、5件多分内見したんですよね。うん、しかも2泊3日で、トントントンって、もう詰め込んで内見できたから。そう、しかもさ、こっちで、2人で、こんな物件どうって遠距離恋愛の時に、言い合ってた物件をしっかり何個か見れたもんね。の上に、うんうん、行きの飛行機に乗る空港に行く途中の電車、うん、で調べた物件に実は今住んでる。おそう、ここの物件はもともと、内見する予定じゃなかったんだよね。そう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 。だから12月は確かに物件見やすいんじゃないかなとは、思いますよ。まあ、もしお金に余裕のある方なら、この時期に物件を探して、抑えておいて、春に来るというのも、まあ、まあ、それも手だよね。余裕がある方は手だと思います。余裕があるならね。実際うちらも、うん、多分1ヶ月分ぐらい、家賃余分に払ってると思うんだよね。うん、この物件がいいって思っても、じゃあこっち来てから、支払いますって言ったら、じゃあそれまでに売っちゃいますって言われるもんね。そう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 。一応ちょっとはね、抑えといてくれたんだけど、でもこれじゃ無理ですよって言われて。そうそうそう、まあ空いてたらじゃあ入ってくださいね、みたいな感じだから。ねえ。
せっかく探してさ、長く住むお家なのに、それだとちょっとすごい不安が残るから、うん、やっぱり、まあ、1ヶ月分ぐらいで抑えてもらえるなら、かーってなったよね。うん、払っちゃったね。払っちゃったよ。では。では。どんな不動産屋さんがいいのかと。おぉ。ちょっと業界の闇に切り込んでいきます。なかなか聞けないことだね。まあ、おきまくさんに聞いたこととは、僕らあくまで素人だからね、はい。素人の言ってることと思って聞いてもらえばいいんですけど。うん、まあ、どんな不動産屋さんがいいかっていうのは、はい、移住者に関して言えば、オンライン内見してくれる不動産屋さんがいいですよ。今、オンライン内見なんてあるんだ。そう、もうやっぱネットが発達してきて、オンライン内見に対応するってことはめっちゃあるんだって。すごい。だけど、一方で沖縄っていうのはやっぱり売り手市場だから、うん、そういうことに全然手を出さなくて、うん、そういうのあんまやってないとこもあるし。うん、だからまず問い合わせしてみて、オンライン内見ってやってますかって言ってすぐ即答してくれるところは割といいんじゃないかと、うん、慣れてるオンライン内見、あ、大丈夫ですよ、なんとかでやりますねみたいな。オンライン内見って何って言われたらもうちょっと、あ、慣れてないんだなとか、あー、 LINE 通話でとかフェイスタイムでとか言ってくる人はそれでも普段してないのにさ、こうやろうとしてくれてる人はそれはそれでなんか嬉しいけど ね、まあ、ね、私はね。でもやっぱ慣れてないっていうことはそういうことだからそうか、その内見のクオリティも低くなるんじゃないかと。うーん、なるほどね。一つの物件でもいろんな不動産屋さんが出してるから、うん、その中でどこを選ぶかっていう基準の時は、ちょっと電話してみて、オンライン内見やってますかっていうのがいい基準なんじゃないかなと思った。もし今見てる方の中で不動産屋さんがいてオンライン内見してなかったら、やった方がいいらしいですよ。やった方がいいらしいですよ。やった方が。時はもう。そうなんだね。便利な世の中だね。うん、便利な世の中だよね、うん。確かにオンライン内見ならいいよね。そうだね。だってさ、やっぱ沖縄って遠いからなんだかんだ。私なんか出身北海道なので、ね、北海道から内見のためとかに行こうと思うと大変なの。まあね、休みも取らんといかんし。ね、うん。お金もかかるしね。お金もかかるし。そうそうそう。まあで、うん、沖マークさんは結構賃貸より販売メインなのかなと思ってたけど、うん、賃貸もやってないんですかって聞いたら、あ、賃貸もやってますよって言って。おー、そうなんだ。もしよければ沖マークさんに問い合わせてみるのはありかもしれない。生沖マーク先生。生沖マーク先生に会うことができます。貴重だから、ね。めっちゃいい人だから。本当にね、うん、楽しいしね。そうそう。うん、まあこんなね、うちらみたいな圧倒的隠した YouTuber を手伝ってくれてると思えばいい人なのは伝わると思うけど、でもやっぱりそれだけ皆さんにね、不動産の情報とかお伝えしたいって気持ちが強い方なので、うん、移住のお手伝いしたいって言ってくるからね。そうなの、本当に素敵な方なので、ぜひ。まあそんなわけで、はい、今回の動画は、うん、移住のシーズンはいつがいいのか、いつがいいのかという動画でしたが、はい、いかがだったでしょうかでしょうか。まあ、少しでもね、皆さんのお役に立てたら嬉しい ね。まあでもこの時期に来なくちゃいけないっていう人いると思うからね。そうしょうがないんだけど。どうしようもないからね。もし選べるなら梅雨明けがいいんですよと。らしいですよ。ということですよ。はい。あとね、どんな物件が実際にあるのかっていうのなかなかわかんないと思うんです。僕ら那覇の物件情報をまとめました。そうなんです。まあ、いくつかね、お部屋タイプいろいろあるんですけど、うん。こんな物件がこのぐらいの価格ですよっていう相場感とかもまとめさせてもらったんで。はい。これもプロ監修のもとね。そうなんです。よければ、見てみてください。見てみてください。あとはね、はい、沖縄の面白い物件を見たい方はね、ぜひ沖マークさんの動画も見てください。ぜひ見てほしい。本当に面白いよね。面白いよね。面白い。大きい物件から、すごい狭いけどよくできてるなーっていう、しっかりスペースを確保した物件とか。あと、オーシャンビューすぎる物件とかね。そう。すごいよね。あんなとこ水着も住みたいと思うもん。いや、移住考えてるならいつかこんなとこ住んでみたいっていう、この憧れとしてね。そうそうそう。見るのは面白いよね。うん。なんか移住を考えてなくても、もうすでに沖縄に住んでても面白く見えると思います。そうだね。うん、今日の動画はね、うん、このぐらいにしておこうかと思いますが、はい。いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。今日の動画見てね、うん、自分も移住したくなってきたな。できたな。っていう方とか、はい。さすが、サニジャーニーは出す情報が違うぜ。急に自慢。沖縄先生褒めた方がいいんじゃないですか。私たちだけでは出せない動画だからな。そう、やっぱいろんな人とコラボすることで、うん、いろんな動画が出せるなって最近ちょっと思っている。そう、ね、自分たちネットで調べて動画出すのは簡単だけど、うん、ためにはならない。リアルタイムの情報ってなると、またね、インターネットの情報も少し昔のものだったりすることも。でもこれね、僕やってるから分かるんですけど、うん、インターネットの情報っていうのも素人が書いてる場合多いんですよ。そうなんだよね。僕ブログもちょっとやってたんですけど、うん、ブログ書いてる人はどうするかっていうと、いろんなブログ記事をまとめてるんですよ。びっくりした。みんな本当かと思ってたよ。ネットで調べた情報っていうのはあんまりやっぱ当てにできるものではないから、こうやってプロの情報とかをね、聞いて出すっていうのはいいことなのかなと思っております。えっていう方とか。いらっしゃいましたらね、はい、ぜひともチャンネル登録とグッドボタン
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。